こんにちは、アキスキッチンのアキです。今日は子供に大人気のクリームシチューを作っていきます。市販のルーとある食材を使って濃厚なクリームシチューを作っていきます。この動画を最後まで見て、ぜひ家でクリームシチュー作ってみてください。今回使う材料です。これらの食材を使って料理を作っていきます。まず玉ねぎはこちら 5mm 程度の大きさに切っていきます。はい、これで完成です。人参は、まずこの上の部分と下の部分を切ってあげて、皮を剥いていきます。で、これを半分に切ってあげて、乱切りで切っていきます。乱切りにした方が味が染み込みやすいので、皆さんもぜひ乱切りで切ってください。次にじゃがいもは、皮を剥いていきます。こういうね、汚い部分は包丁で取ってあげましょう。だいたい半分に切ってあげて、まあ4等分ぐらいかなに切っちゃいましょう。結構ね、じゃがいもの存在感を出してあげたいので、まあ、気持ち大きめにこのように切っております。しめじはこのように石突きを取ったら、手でこのようにバラバラにしていきます。はい、これで完了です。最後はね、鶏もも肉を一口大の大きさに切っていきたいと思います。こういう余分な皮取ってあげちゃいましょう。まあだいたいこの大きさだったら4等分ぐらいして、一口程度に切りましょう。はい、これで食材の下処理は完了です。お肉に火が通ったので、次は玉ねぎを加えていきます。玉ねぎは全体がしんなりとするまで炒めていきます。この炒める工程ね、手抜いてしまうと味の美味しさが激減してしまうので、ちゃんと食材を炒めるようにしましょう。玉ねぎがしんなりとしてきたので、次はじゃがいもと人参を加えていきます。まあ、じゃがいもと人参の表面に火が入るような意識をしながら炒めていきます。火が通ったので、最後にこちらのしめじを加えます。炒め終わったので、次に水を加えていきたいと思います。ここでポイントで、今回僕が使うこのルーは水が合計で 700cc 使います。その水を牛乳と水1対1の分量で合計 700cc になるように加えていきます。なのでここの段階でまず水を 350cc 加えます。蓋をして沸騰するのを待ちます。沸騰してきました。このようにアクが出てきているので、こちらのアクを取っていきたいと思います。これね、アクはこの食材をマスクするもう天敵なんでね、こういうまずいものは全部取り除いちゃってあげましょう。全部取り除くことができました。そしたら蓋をちょっと少し開けて、まあ、中火か弱火程度にして、このまま20分間煮込んでいきます。それでは20分経ったので開けたいと思います。そしたらこの中にこちらのルーを加えていきます。ここポイントで、ルーを加えるときは一回火を止めてください。火を加えた後にこちらのルーを入れましょう。これ重要です。で、この状態で溶かしていきます。大体溶けたら残りの 350cc の牛乳を加えます。
で、火をつけて混ぜていきます。で、このまま煮込み続けて、こちらにとろみがついたら完成になります。5分だいたい混ぜ合わせて、このようにとろみがだいぶついてきたので、こちらで完成です。それでは盛り付けていきたいと思います。完成しました。いやね、もう美味しそうにできたんで食べていきたいと思います。いただきます。うん、すっごい濃厚にできた。うん、美味しい。いや、めちゃくちゃ美味しいな、マジで。ね、今回ね、750cc 入れてクリームシチューを作ったんですけど、水1と牛乳1、1対1の割合で入れて作りました。食べてる時にバターの風味とかも感じられるので、濃厚な美味しいクリームシチューができたかなっていうふうに思います。あとね、色合い的にブロッコリーを加えればよかったなっていう反省点はあるんですけど、まあ、それ以外を除いては、まあ、美味しく仕上がったかなっていうふうに思います。皆さんもね、クリームシチュー作ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。この動画の概要欄に今回作ったクリームシチューのレシピ概要欄に載せておくので、ぜひ皆さん作ってみてください。この料理以外にね、僕は様々な料理を作っています。そちらの動画もぜひご覧になってください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。